こんにちは、エキです。お客様、エアダスターってご存知ですか？こんな感じ、小さな隙間のホコリを飛ばすのに非常に便利なもの。でもですね、使い捨てなんですよ。これ、捨てるの結構大変じゃないですか。缶に穴開けて、ゴミの日、普通のビールのように捨てらんないんですよ。そんな時に、このエアダスターが充電できたらいいと思いません？実はあるんです。さあ、今日ご紹介する商品はこちら、充電式エアダスターシュットで、その名の通り、なんと充電ができるんです。この底面、ここに穴があります。ここにですね、プラグを差し込むだけ。あとはコンセント、ご家庭のコンセントで充電できます。なんで、なくなったら捨てる、そんな面倒くさいことやめましょう。使い方簡単です。本体側面に電源ボタンあります。ポチッと長押し、青と光ります。あとはこのノズル、ニョキッと出してもらって、ターゲットに向かってトリガーボタンありますから、ここを押すだけ。ちょっとやってみますね。炭酸電池持ってきました。炭酸電池を向かって使いますね。いきますよ、ご注目。炭酸電池を動かせるほどのパワーです。まさにエアダスター。しかもですね、エアダスター缶よく見てください。ここに可燃性ガス使用してますって書いてますよね。これちょっと臭いんですよ。このガス、たくさん吸い込むと気持ち悪くなっちゃいます。このシュッとねは、やってみますね。全然匂わない、だから安心なんです。しかもここ光ってるの分かります？この LED ついてるので、暗いところでも非常に便利に使えるんです。ちょっといくつか掃除してみますね。まずはキーボード、パソコン使ってる方、このキーボード、この隙間、どうして掃除してます？綿棒、なかなか入らないですよね。こんな時、このシュッとね、吹きかけてください。いきますよ。ホコリが落ちてるんですよ。キーボード、たまに掃除してあげてください。ボタン効かなくなりますから。次いきます。ご家庭にある掃除機、この掃除機ってダストカップ、ここはいいんです。丸洗い、水洗いしてもらえます。でもこのフィルター、この細かいフィルター、わかります？このフィルターのゴミってどうやって取ったらいいの？水で拭く？でも取れないな。そんな時、このシュッとねが役立ちます。いきますよ。この小さなフィルターのホコリを吹き飛ばす。ご家庭にある掃除機、吸引力ちょっと弱いなって方、ぜひこのシュッとねで掃除してください。しかも、なくなったら、この電池なくなったら捨てなくていい。プラグ挿して充電するだけ。簡単です。手元に置いて、いつでも気になったら電源入れて、ニョキッと出してシュッと一吹き。まさにお掃除男子じゃないですか。充電式エアダスターシュッとね、ぜひおすすめします。価格は7980円、税込みとなります。よろしくお願いします。